トロイド・ナヒューは、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身の俳優である。本名は、マール・ジョンソン・ジュニア。ジェネラル・モーターズの映画部長の息子として生まれ、コロンビア大学でジャーナリズムを学ぶが、後に演劇に転校する。1957年に、翼にかける命で、映画デビューし、1950年代後半から60年代前半まで、青春映画スターとして活躍する。 特にサンドラディと共演した秘書地の出来事やコニー・スティーブンスと共演した20歳の日遊びではその爽やかな魅力を遺憾なく発揮し一躍人気スターとして若者からの絶大な支持を得る。テレビドラマではサーフサイド6のサンディ・ウィンフィールド役が最も有名。1963年に恋愛戦火で共演したスザンヌ・プレシットと結婚するが9ヶ月後に離婚。 健全なアメリカの青春像を演じ順調に歩んでいたものの、1965年を境に俳優として早くも社用の時代を迎え始める。1970年前後より、数多くの低予算映画で、変質者や殺人鬼といったかつての姿からは想像もつかない役柄を演じ続けた。ゴッドファーザーパート2でコニー・コルレオーネの3人目の夫を演じた。 1992年にはポルノメータエロティックな映画、不倫への招待状に出演。スターの座より転落してからは、麻薬とアルコールに溺れて一時は廃人溶かしたが、その更新を削るような努力と苦労を重ねて構成。アルコール、麻薬依存に悩む、人々の良きアドバイザーとして活躍。アルコール、麻薬撲滅に尽力した。2001年9月2日に、 心臓発作で死去。65歳没。北欧系で、金髪で、壁眼、男性な顔立ちとスラリとした筋肉質の調子を合わせ持ち、日本でも、パームスプリングスの週末の主題歌、恋のパームスプリングスのヒットや、サーフサイド6の出演で、若い女性からアイドル的な人気を博した。1964年4月に来日している。1982年に、 日本のスーパー日課の CM に出演。また、1987年公開の大林、信彦監督の日本映画、漂流教室や、同監督のテレビドラマの作品、恋人よ、我に帰れ、ラバーカムバック2ーにも出演した。ありがとうございます。